なんかこの人がやった不祥事ですね。不祥事がですね、表に出ずにどっかが拾ってもらえるんだったら、また上がってくる可能性ありますよ。全然この子は多分化ける可能性がありますね。あなた運がいいんだって。女優の朝倉結衣が8月末で事務所を退所するそうです。彼女は素行不良が目立つらしいです。感想はお願いしますということですね。はい、全くこれ知らないんで、僕なんかヤフーニュースでパッと見たんですけど、一瞬ね、なんか朝倉結衣に見えるんですよね。僕の世代なんね、もう40アラフォーの男にはですね、これちょっと一瞬朝倉結衣に見えてしまって、朝倉結衣なんかあったんやと思ってしまったら、あ、ちょっと違う人やと思って。そうですよね、スケバンデカ3ですね。スケバンデカ3、斎藤由貴、南野陽子、朝倉結衣ですよね。一切ね、思いましたよね、ブリコさんもね。この文字のフォルムから見ると朝倉結衣思い出しますよね。 CC ガールですね。懐かしいですね。朝宮三姉妹、何したんかと思ったらですね、全然違う人だったということですね。朝倉結衣、8月末で事務所退所ということで、今もう9月2日なんでね、2日前に退所されてるそうなんですけども、でももともと知らないですよね、その事務所退所と言われましてもみたいな。誰ですかっていう感じなんですけど、もう一応ニュースになってるんじゃないですかね。僕はその、はい、このハングレメタルさんにこのマコロンをもらう前にですね、朝かゆいやと思った記事があったんで、はい、多分その記事にはなってると思うんですよね。ちょっと見ていきましょうかね。朝倉ゆい、なんか紛らわしいですね。これ見ていきましょうかね。オリコンニュース、悩み相談はマカロンまで。一切顔わかんないですね、残念ながら。一切顔がわかんないし、だからそのね、正直特徴のある顔してないんですよね。なんかまあ、僕のこう個人の感想で言うとですね、なんかそのまあね、決してこうブスとかではないですけども、なんかそんなむちゃくちゃ、これアイドルかなんかですかね、女優ですかね、そのむちゃくちゃこう、目を見張るもんがないというかね。これまあ僕のこれは感想誌の感想ですよ。なんかそのなんか正直ね、昔の朝かゆいさんの方が可愛いかなっていうね、感じがするんですけども、何をやられているのって、そう和田アキ子みたいなね、質問をしたくなりますけど、まあ一応ね、記事読んでいきましょう。ただインパクトはですね、なんかもうそこら辺にいる子、近所のねロイホとかで働いてたらね、あの子可愛い、店員さんだなみたいな、あの店員さん可愛いなみたいな、思うぐらいの方かなっていう感じですね。喫茶店とかね、近所の喫茶店とか、そうファミレスにいたらね、メンサ君に、あの子可愛いねみたいな感じの言ってる感じですね、メンサ君と、あの店員さん可愛いねみたいな感じで、アギレラ様、朝倉結衣所属事務所が30日付で、契約解除、8月30日待たず、関係各所様へのけじめ。8月30日でクビになったということですね、これは。はい、芸能事務所の、リベラは30日公式サイトを更新し、仮面ライダーリバイスアギレラ役、いや、まあ、全く分かんないですね、すみません、ごめんなさい、の俳優朝倉結衣26歳を同日付で契約解除すると報告した。この子ですね。サイトでは朝倉結衣契約解除のご報告とし、弊社は2022年8月30日本人との契約期間終了直前ではありますが、初版の、事情並びにご迷惑をおかけした関係各所様へのけじめとしまして契約を解除いたしますと発表。出演中の作品との調整手続きがあり、このタイミングとなりましたと説明した。また多大なるご負担ご迷惑をおかけしております仕事関係の皆様には、重ねてお詫び申し上げます。引き続き誠心誠意対応していきます。今まで応援してくださった皆様には、このようなご報告となり申し訳ございませんと謝罪した。具体的な内容には触れていない。いや、どんなことをしたんですかね、これまあ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 の、悪行してないとこの、謝り方しないですよね。朝倉自身は25日に自身のインスタグラムでこの度、2022年8月31日をもってリベラ株式会社を退所いたしますと8月いっぱいでの退所を伝えていた。
合わせて不誠実な内容の報道がされておりますが、私の方から以前より退所の意向は事務所へ伝え、退所届なども提出しておりました。お仕事を自らないがしろにしたことは一度もありません、などとし、活動は今まで通り続けてまいりますので、今後とも応援していただきいただけますと幸いですと呼びかけて、あ、なかなか、なかなかのガッツのある女の子ですね。これですね、これ本人のインスタですね。まあ、ここら辺ちょっとマインド読めるかもしれませんね。この度ね、うん、大衆に支えられた、まあ、ここら辺普通の文章ですね。不誠実内容、あ、これですね、苦しい思いをしている中、私を救ってお仕事で関係者に、そんなのような、書いてますね。どうかな、微妙ですね、これは。ちょっと画像見ていきましょうかね。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。このポーズを、このポーズを自分でやってるんだったらなかなかですけどね。やらされてるのかな。アイドルはね、ちょっとわかんないですからね。結構水着とかもやってますね、この女の子。でもまあ修正を入れられるとね、ちょっとわかんないんでね。なんかこのでも口に手を持っていくポーズがこの子のポーズみたいですね。これこのポーズはこの持ってるポーズっぽいですね。他の写真でもこうやってるんで、いやーどうかなー。でもあんまり特徴ない顔なんですけどね。特徴ないか読みにくいなーっていう、感じがしますね。ただまあ事務所も頑張って売ってたと思うんで、まあ、何かしらやらかしたんでしょうね、おそらく。アイドルだけにですね、普段の写真がないんだな。こっちの方が読みやすいかな。とね、メンスを見るにはこっちの方がいいかもしれませんね。1枚では見にくいんですよね。目の焦点が定まってないのが気になるんですけどね。アップにした髪の毛、アップにした画像ないかなと思って探してたんですけどね。前髪下ろしてはるんですよね。でもまあ多分この顔から言うとですね、まあ可愛く写ってますね。そう、まあこれはちょっとね、藤子ちゃんさんのように、ね、写真に見えるんですけども、これ1枚だけだったらね、わかんないんでね。これはちょっとね、目の焦点が定まってないんで、これが本当かどうか。髪の毛アップの生え際みたいんですよね。生え際見にくいと思うねんけどな、この子は。やっぱアップがないですね。アップしてる、アイドルだっていろんな髪型するんでね、アップしている画像があってもいいんですけど、ちょっとないっすね。まあね、ちょっとまあこれでいっていきましょうかね。うん、まあまあそうですね。あの顔は悪くないですね。うん、悪くないですね。これも修正してるかもしれませんからね。はい、本人のインスタって書いてましたけども、まあ今カメラアプリがありますからね。顔型は特に悪くないんですけどね。はい、今のとこ顔型、これは顔型悪くなくって、肺が見たいんですけど、肺がちょっとね、おそらくこれ予想するとですね、肺が産毛が生えてて見にくいタイプで、まあおそらく円型じゃないかなとは思うんですよね。でまあ眉毛も、まあこれもちろんね、女の子なんで、整えてますけども、眉毛はどうかな。もうちょっと濃いですかね。もうちょっと濃いんで、濃さもそこまで悪くないですね。男性だったらね、多分ね、この眉だったらですね、若くして成功するっていう感じの、読み取りするんですけども、女性なんでね、おそらくはこう、はい、喫緊合わせ持ちのですね、と思うんですよね。人間関係で落ちていくっていう、読み取りをするんですよ。まあ、その対人運ですね。はい、対人運悪いっていうので見るんですけども、これちょっと多分長いと思うんですよね。非常にこう長くて、これ書いてるんじゃなくて、ある程度もともと長いと思うんですよね。はい、で電卓ちょっと狭め、まあこれも一応合わせ読みするんですけども、はい、で人間関係落ちていくと見るんで、おそらくですね、今回の契約解除もその対人的なね、多分その例えば薬とかこう何かやったって書いてあった、何かやって不誠実なことをしてクビってなったんで、薬とかも考えられますけども、まあいろんなこと考えられますけども、まあこのお顔のね、祖母からするとですね、詐欺師の報告は傷公開まで。まあ男関係ですよね、多分。でも何があるのかな、男関係って。別に誰かと付き合ってたりとかですね、でもまあ問題ないんで、例えばですね、まあ考えられるとして、相手が結婚してる人間、はい、相手が結婚してる人間とかですね。これちょっとね、見にくい顔であまりインパクトないんで、
はい、ね、鼻とか口もね、そこまで悪くないし、そのね、インドウと3個もそこまで離れてるわけでもないですし、これ、あの、見にくいんですよ、この顔。普通すぎんの見にくいんですよね。でも、これはある意味も予想で推測しかないんですけども、まあ、不倫、あと相手が大物、あとその、まあ、遠行っすかね。はい、パパ活じゃないかなと僕読みますけど、これ難しいですね。本当にあの、これ系の顔むずいなと思いますね。もうちょっとね、なんかあの、喋ってるところとか、その所作とかね、どういう動きするんだとか、見たらわかるんですけども、ちょっとあの、この子面相のみでは非常に見づらいですね。まあ、あの、ね、さっき言ったみたいに、普通に可愛らしい子ですけども、まあ、その問題がなんかあるとすれば、そっち方面じゃないかなとは思いますね。事務所は結構ね、売り出していきたいっぽかったですからね。まあ、ある程度可愛らしくて、まあ、こういう髪型もね、事務所にこうさせられてるんで、おそらくですね、事務所はですね、あの、まあ、清楚系、はい、清楚系アイドルで売っていきたかったと思うんですけども、まあその、それに反する感じの女の子で、まあ、僕がこれ宣伝するとですね、人を蹴落としてでもですね、まあ上に上がりたいとかですね、まああとその不倫系考えるんだったら、あの奥さんとかね、はい、あの本家のよりも勝ちたいというタイプですね、なんかその奪いたいとか、うん、略奪たいとかですね、はい、そっち系なんで、まあ大体その事務所はですね、清楚系、まあ、アイドルなんでね、清楚系とかですねで売っていきたいはずなんですけども、なんかまあさっきの文章ですね、あとインスタグラムの文章とですね書いてる、多分あのインスタグラムの文章はこの子が書いたと思うんですよ。そことですね、この顔で見るとですね、あんまりこう、うん、意外に気が強くてですね、ガシガシのし上がっていきたいタイプなんで、まあまあね、そっち系のことも売れるんだったらそっち系の子供を辞さないという、まあ僕がこれ何を言ってるか、まあ皆さん大人なんで分かってほしいんですけどもと思うんで、やっぱそこら辺がなんかバレたかめくれたかっていう感じじゃないですかねと思いますね。事務所が言わないんでね、なんかまあ相手が、大物とか相手が名のある方かもしれないですね。そこら辺じゃないかなと思います。だからその表に出せないんでしょうね。まあめんどくさい系抱えてるから事務所が切ったっていう感じですかね。どうかな、国家売れるのかな。ツイッターフォローしてね。でもまあどっかからですね、これ系は復活する可能性がありますね。いろいろできるんでね、まあこれ僕の今のいろいろっていう内容をですね、皆さん分かってもらえると思うんですけども、あ、そう、山田さんね、反射とかもあるかもしれませんね。反射とか、うん、半グレとかね、有名俳優とかね、有名アイドルとか、ズーズーしいというかね、悪く言うとズーズーしい感じの、性格だと思いますね。強い、うん、よく言えば気が強いというか、何があっても平気、ずぶとい、良くも悪くもずぶといという感じですかね。ここの事務所を切られてもですね、ちゃんと武器を持っとるんで、うん、そこら辺に気に入られれば、はい、そうそうそう、辰巳さんのようにね、ゴーゴーランプは常に点灯してるんで、いざとなればね、うん、いつでもそのゴーゴーランプをペカ出すことが可能なんで、このおそらくこの事務所が持ってる、なんかこの人がやった不祥事ですね、不祥事がですね、表に出ずにどっかが拾ってもらえるんだったら、また上がってくる可能性ありますよ。全然この子は多分化ける可能性がありますね。今2020年ですけど、例えば2023年とか2024年とかですねに、例えば主演ドラマとか決まったりとかしてるときは、ペカッとゴーゴーしたんだろうなと。ただれは、転ばんタイプなんで、今までいた事務所にですね、一泡吹かせてやろうというかですね、気がしますね。やっぱいける子は強いっすよ。そう、フェニックス一騎よりは強いんでね、これ多分この子はね。鳳凰幻魔剣とかは使えると思うんで、鳳翼転生も使えるんで、全然上がってくる可能性がありますね。あとはそうですね、今、そうそう、ナーさんに言われるように、ガーシーに何か、うん、ガーシー、が持ってる可能性もありますね。そのガーシー法出る前にとかはあるかもしれませんね。でも強いと思いますよ、この子は。まあガーシー法が出よう何が出ようと、いつでもどこでもっていう感じなんでね。辞めるつもり一切ないし、今の時代だったら、ね、確かにガーシー法控えてるから、事務所はね、もう、うん、リリースしとこうっていう、はい、感じはありますね。いかにもまあそっち系の子ですね、この子は。はい、ちょっと見ときましょう、今後のね。ただでは転ばんと思いますよ。はい、このままその事務所に捨てられたからって言って、もう一般人に戻るとかね、
はい、あのもう芸能やめますとか、あのまあそんな感じの子ではないんで、強いと思いますね。ハートがね、すごい、心臓が強いんで羨ましいですね。男より全然強いですよ。そこがやっぱすごいなってますね。女の子はまあよく刑事さんも言いますけども、腹座った女の子一番強いって言いますから、強い女の子はね、僕もこんな心臓になりたいですね。強いっすよ。あのインスタグラムの文章で結構マインドが見えますから、私は何もしてないみたいなね、取るとね、要約すると事務所が悪い的なねっていう感じの、流れの文章でしたから、まあもうすでにね、なんか強いのはついてる可能性もありますからね。まあいろんなパターン考えられますけども、ひょっとしたらすごいのに抜擢とかされたらですね、バックがねすごいのがいるんかもしれませんね。そうですね、へこたれへんって言ってる人と一緒で、まあ、芸能なんでね、なんかついてたりとかする可能性もあるんで。本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。キズ公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。 Twitter はチャンネル最新情報、 Instagram では火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。